コンコンコン、キツネさん。はいはい。ちょっと。何がやったんですか。ちょっと。何がやったんですか。キツネさん。キツネさん。キツネさん、見てますか。キツネさん。見てます。キツネさん。キツネさん。やった。さすが。何やってんすか。岡田ですやん。岡田さん、岡田哲也、めちゃくちゃな話があってね、はいはい、まあ、師匠とあのバイクのね、うん、まあ、いつも恒例の、うん、まあ、マブチャンネルということでコラボ、そうよ、じゃないですか、はい、で師匠に今回、まあ、僕のカバーを見せるっていう企画のもと始まったんですよ、うん、はい、そしたらなぜか俺、うん、岡田さんのなんかラジオも出ることになってる、そうなんだよ、なんすかあのラジオ、何でしたっけ、いい、あれ、え、沖縄県の浦添市でやってるコミュニティラジオですFM21 沖縄県の浦添市の方しか聞けないんですよね、そうです、はい、のラジオ、そんなコラボないじゃん確かにコラボって YouTube チャンネルと YouTube チャンネルだったらいいんですけど、YouTube チャンネルと地方ラジオとかになってくるともう何でもありです、何でもありです、だから YouTube チャンネルとちょっとうちで誕生会やるかって言うと何なんすね、もう誕生コラボにコラボってなるともう何でもありになっちゃう、うん、でもまあそれも出させていただいてるんで、はい、ぜひあの概要欄にね、はい、アーカイブでは聞けるんですよね、あ、聞けます聞けます、なのでちょっとあの気になる方はチェックしてほしいなと思います、ぜひ師匠、カブできましたよ、そしてカブ、カブ見に来たのよ、あ、そうなんですね、どうですか、うん、じゃあ、もう他でも見るからちょっと邪魔なんだよな、めっちゃ見てる、カブバイク、興味ないですか、バイクね、好きです、はい、そうだ、いやいや、ほんま、好きです、でもすごい、むちゃくちゃかっこいいよ、いや、かっこいい、カブってあの、はい、いわゆる出前の方とか、はいはい、その間の方が乗ってるカブを、え、うん、まあ、ビフォーアフターの写真に載ってると思いますけど、はい、あ、ほんまや、エンジン残しだよね、こういうイメージ、でも結構残ってます、シールドも残してし、ここも残ってるし、ここものエンブレムも残ってるし、はい、このライトもそうじゃん、できるだけ残して、うん、ライトは後付けっすけど、結局角だったから、うん、あれですけど角の後、あの別のものを付けてます、あ、そういうことなんだ、はい、へぇあとは、うん、竹川のショックス、ハンバーグショック入れましたよ、あれハンバーグショックです、ハンバーグショック、憧れがすぎるじゃん真似て入れましたよ、これがスペシャルパーツ竹川さんっていうところのサスペンションなの、はい、ハンバーグショックっていうのはどういうことですか、俺もつけてるの、このタイヤもかっこいいね、そうですね、これ入れるのが大変だったんですよ、これ不得しちゃってるんで、ちょっと前輪後輪とさ違うんですよ、あ、ほんまや、そうなんだ、で、この型だとはまらないっていうことになって急遽、いいねー、あと僕も株主ですよ、どれぐらいかかった株主になるまで、あ、期間ですね、うん、だってさ、俺と見に行ったの結構前だよね、はい、ヨシキ D が倒れてる、ヨシキ、そうですヨシキ D が急遽倒れてさ、倒れてる頃だから、うん、あれ何月、2月、2月で、もう今これはオンエアだわ、今11月だよね、1年ですね、ほぼ1月からプロジェクトが始まったの、そうだ、約1年ぐらい、1年かけてこれ完成したってこと、まあもちろん行けるタイミングがね、なかなかなかったんで、普通はもっと早いんですけど、エンジンかけて、エンジンかかんないからな、うん、わあ、あ、いいね、あ、いいわ、やっぱ3速で、もう3速でこれ90、やっぱり物足りない、物足りないです、権之助の坂全然登れない、権之助上がれないの、権之助上がってますけど超細いです、うん、いいでしょ、ワイプ、なんか懐かしいこれ、昔ね、昔ちょっと待って、なんで俺のチャンネルってみんな自由に入ってくるんだろう、いつもここで撮影するとみんなさ自由にさやってる人が自由だから、なんなんだろうな、もう行こう、走って行こう、避難しよう、避難、
マフラーもこれマフラー、まあ王道ですけど、お腹マフラー、そうそうそう、まあ王道です。お岡田さん全然知らないよね。お腹マフラー王道ですよ。なかなかこんなでもないよ。今日でも岡田さんとは、うん、この後、師匠のチャンネルでもコラボしますし、この動画の最後にはスペシャルゲスト、はい、出てきますので、はい、いや嬉しいですね。もういいですかね。走り行きましょう。可愛いんだね、登れない。ちょっと僕ね、師匠連れて行きたいとこあるんで、うん、ちょっとついて行く予定あるよ、こっちも。いやいや、だから僕ちょっとまずツーリングかってら、ちょっと行きたい場所あるんで、僕ちょっとバイクはないんで、どうしたいんですか。僕秋だよ、中秋、中秋、中秋松の仕事、松の仕事。そうそうそう、さっきね、51時間待ちっていうのがあるドラマの現場で51時間待ち、映画か、そうですね、映画があったんですよ、51時間待ちっていうのが。そんなの普通なんですかって聞かれたら、51時間はないですよっていう話をね、松の仕事やからな。師匠、なんか変わりましたね。変わったよ。これなんすか。風貌だよ。これありました。風貌ですよね。うん、でもかっこいい、この風貌いいでしょ。はい、うん、かっこいいです。これあの雄一郎さんつって、はいはいはい、その人のオリジナルなんだよ。浅井風貌と雄一郎さんのコラボ。あ、ここに書いてんね。そう、これがキャラクターのなんだけど、うん、で、ここをね、ちょっと変えたの。あのシルバーのボックスから、そう、ジビのボックスを外してキャンプ行けるようにしたの。あ、動画で見た。何ですか、これ。これ保冷バッグは単体なのよ。あ、そうなんですね。で、俺がこれなんでつけてるかっていうと、はい、これをこう倒して、はい、こうすると、はい、この後ろのタンデムシート、タンデムになるの。で、これ広げて、超便利じゃないですか。ものすごい優れもんなの。すごいこれ。いやー、でもすごいですね、これいいでしょ。うん、いいですね。そうなのね。すごいの。急な緊張感。止める、あれじゃなかった。止めるはずだったね。止める。おはようございます。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。はい、お借りしてます。バイクです。ありがとうございます。またお願いします。はい、今からちょっと出かけてきます。途中ですいませんね。あ、すいません。すいませんね。お願いします。甘い甘い。ありがとうございます。いただきます。行きましょう。行こう。ちょっと行こうか。行きましょう。はい、ちょっと具合悪くなってきた。今日もうコラボ動画撮れないかも。行きましょう。じゃあ師匠、初ツーリングです。お願いします。お願いします。ちょっと僕がどうしても行きたい場所があるんで。どこよ。登るじゃん、ちゃんと。いや、登るんすけど、だいぶパワーないですよ、やっぱり。あー、後ろから見てもいいね、メッキと黒が生えてるわ。かっこいいっすか。うん、タイヤもいいね。ちょっと太くていいですよね。うん、マッスルカーっぽく。60万か。意外とかかっちゃいました。そうね。まあ、ベースがだって5万とか10万とかの世界じゃないですか。うん、なんでだいぶかかったっすけど、まあ塗装とかやっちゃうとそうっすよね。塗装とかやんなければもっと安く引き上げられますけど。でも株っぽさ残ってるから可愛いね。そうですよね。なんかそこは残したいなと思って、うん、ああいうチョッパー仕様みたいにしちゃうともう株っぽくなくなっちゃうから。そう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 。
カブの運転な慣れました？カブの運転もう超慣れてる。マジっすか、うん、僕やっぱ慣れないですまだ。なんならもうバックギアもガンガン使うよ。カブでどっか行った？もう全然行ってない。乗ってないあんまり。3回目です。ああそうだった。じゃああんま慣れてないね。そうなの。でも便利ですよね。なんかめちゃくちゃ便利だよ。走るんだね。うん。回り利くし、これも入ってくるし。俺だってこいつで現場行くもんね。現場行くんすか？行く行く。でこのマフラーは色を塗ったの変えたの？変えたの？もともと出てるみたいですよ。あの黒い。出てるんだ。はい。基本はメッキが多いっすけどね。メッキの。そうだよね。黒バージョンが。うん。このレックシールドの黒がもうないんですって。本当に。それはどうやって手に入れたの？シールドはこれはまだそのホンダが出してたんで、これでもう出なくなっちゃったんで、まあ、今急いで作ってるのか純正が出るんですよ。あ、そうなんだ。まだ未だに、はい、だけどそれが出なくなっちゃったんでどうなのかなっていう。ちょっと中尾くんどっかでそれ乗らしてよ。あ、乗りますよ今。うん、今全然乗ってください。いい？はい、全然いい。乗りやす、乗りやす、乗りやすい。はい、ギアも踏みやすいし。うわ、本当だ。乗りづらいっすか。乗りづらい。ま、あ、ま、特徴的。乗りやすい。ギアの入りはいいね。交換しましょう。ダメだよ。いやでも俺別にこれでもいいよ。かっこいい。どこなのこれ？なんか覗いてる。やばい、女の男じゃん。女の男。女が出迎えてるじゃん。女が出迎えてる。あれリーサじゃねえな。リーサじゃないですよ。リーサじゃねえ女が出迎えてるじゃん。だってリーサもおかしいんですよ、呼び捨ても。大丈夫。はい。はい。誰に見てたんですよ。誰よ。怖いんだけど。10時から出てたっけ。10時から出てた。あ、今朝のノンストップ。誰？どうなった？お世話になってます、中尾。お母さん？とりあえず中入りましょう。本当だ。実家だと。ちょっと見てください、これ。何これ？これ粗大ゴミなんですよ。お母さん、綺麗な。あった。ご挨拶していただいていいですか？お世話になってます。俺だよ、俺。ハンバーグだよ。ハンバーグ。うるさい。どこまでいいんですよ。ちょ、今日粗大ゴミ出さなきゃいけない日なんですよ。僕一人じゃ運べないから。全然全然いいんですよ。ふざけんな。手伝ってもらうってだけです。とりあえず手伝ってもらう。お母さん、このお母さんお名前は？中尾恵子です。恵子さん、どうぞどうぞ。恵子さん恵子さん入ってください。恵子さん、忘れたじゃないんで。うわ、見て、中尾さんだけ息子は。これそれこそ所さんにいただいた写真。2011年。なんで？なんか番組でご一緒した時になんか言っていただいて。すごい。すごい思いだよ。早くちょっと入りましょう。とりあえず。綺麗なお母さん。いいから入りましょう。
すんごい自由なことしてるよ。お母さんの寝室ですか。新章なんか部屋変わったらしい。もう本当だ。あの人自由すぎるでしょ。新章何やってんの。どこ行ったの。ちょっと何やってんすか。ダメですよ。早くちょっと粗大ゴミ出すだけなんですから。朝から仕事で疲れちゃう。いいからノンストップ出たからって。そんな大して仕事してないのにノンストップでもいつもクイズ外して。そんな言い方やめてよ。クイズ外して。本当にテレビね、10時ぐらいってちょっとよく見てるんですよ。ありがとうございます。今朝出てたんですけど、いつも見てますよ。ノンストップ見てます。ちょっと休憩するのにちょうどいい時間ですもんね。ちょうどいい時間なんですよ。ちょっと仕事して、うわー、それで今バイクでちょっと撮影して。そうなんですよ。ホリプロで撮影してたのよ、うん、おしゃれでしたよ。そしたら和田アキ子さんが来ちゃって和田アキ子さんが来ちゃって逃げて来た。とりあえず実家に避難してきた。すごいおしゃれにしてあるね、壁紙とか。おしゃれにしてありますね、お母さん。最近変えたみたいです。そうなんだ、はい、ご自身で。ご自分でやったのか。なんで DIY 一人で、女一人でこれ DIY してるんですか。これなんかね、板みたいに見えるけど壁紙なんです。これ板でしょ。え、壁紙。そうだよ。お母さん、これ壁紙だ。びっくりした、本当に今日見てたから。こんな母ちゃんです。こんな母ちゃんが僕生まれました。いいね、はい、あったかいじゃない。こんな母ちゃんの元生まれましたよ。ここが何、実家なの。実家です。あ、なんかちょっと、マリトッツォじゃないですか。そう、マリの、マリトッツォ。なんすか、マリトッツォ。嘘でしょ。知らないの。知らない、何マリトッツォ。本気で言ってんの。本気で言ってんの。なんならこれはマリトッツォじゃないですかって言うのももう遅いぐらい。さっき食ってたのあれもマリトッツォよ。一緒になんかラジオの収録2個目のマリトッツォ。そうなので終わった後になんか一人だけマリトッツォ食べてたんですよ、ね、マリトッツォ置いてあったかも。だってちょっとコーヒーだけ一杯入れて。お犬さんの豪邸と違うからね。豪邸でしょ、住まれてるの。師匠、うん、師匠、超豪邸。この間家行ったけど、超豪邸。マジ豪邸だよな、よしき。いや、マジ豪邸。マジ豪邸。今度呼んでもらおう。マジ豪邸だよ。いや、びっくり、そんな豪邸に住まれてる方で。全然豪邸じゃないですよ。豪邸じゃないですか。マリトッツォ食べて、粗大ゴミ出して。粗大ゴミやってもらったの申し訳ないから。その大丈夫だって、俺こたつ作ったもん、シュシュ。こたつ、ヨシキ君たちで出してきてくれれば、はい、この間お茶してる。いや、僕ちょっとあの神殿にシュシュに行ってもらって粗大ゴミ行かないよ、粗大ゴミ。行くじゃないですか。わけがわかんない、わざわざ粗大ゴミを出しに家に行く、人んち来るって。今日そういう企画なんです。バイゴミを知らない、聞いてないよ。バイクのツーリングがメインでもないですし、バイクを見せるのがバイク見せたいって言ったから俺が来ただけ。実家の粗大ゴミ捨てるのを手伝ってくれる人いなかったんで、あ、ちょうどいい人いたなと思っただけなんですよ。それかわいそう。だったらさ、こうしようよ。なんすか。いい、はい、ワンちゃんお母さんいい。何ワンちゃんお母さん。バンされちまえ。チャンネルバンされちまえ。全力で僕がバンしていきますわ。あー、面白い。コーヒー大丈夫ですか。コーヒー大丈夫。あ、すいません、ありがとうございます。コーヒー大好きです。こんなおしゃれなグラスで、こんなさ、ソーサーでさ、ついてはコーヒーなんて飲まないよ。初めてだよ。初めてことないっすか。じゃあ品のいいこのコーヒーカップで。すごいわ。連れてこなきゃよかった。また来ますね。ぜひぜひ。ご飯食べに。あ、全然いいですよ。
本当ですか。 YouTube とかなしで。 YouTube ありでいいですか。でこの後、はい、僕らはシジオンチャンネル何するんでしたっけ今日は。前さ中尾くんとコラボした時にさ CM のことをさ、まあ、ちょっと喋ったじゃん、はいはい、中尾くんの、はい、ハウスのカレーの CM ね、はいはい、ハンバーグを真似しただろうとかっていう、そう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 、ね、ちょっとしたバッといい、はい、なんていうの下りを喋ったら、はい、こっちのチャンネルにハウスさんから、はい、中尾くんが CM してるレトルトカレーの全種類のセットが送られてきたの、すごい。そうなんですよ。だからちょっとそれをちょっと食べようかなと思って。最高。へえ。っていう企画をやるんです、ね。そうそう。ちょっとアレンジ加えて。まあそんなもありかなとは思ってる。なるほど。そういうのをやりつつ、さらに岡田さんとは別にもう一方スペシャルゲストもいるから。うん、ああそう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 、はい。ちょっとそこまで行って、でもそこでちょっと。あれもう行こうとしてんの？もう行きますよ。だから粗大ゴミ出すんですかこの後。粗大ゴミは出さない。いや出します。出して絶対に出さない。そこはもうでも動画でも 見てもあれなんで一応出してもらいます。 そこは取りなよ。取りかしない。ただ出してもらう。取りなよ。いやもうゆうしき君やった。ゆうしきもねカメラもちょっとはい今日ずっと編集してたんです。意味がわかんない。トイ出さない。糸出さないから。間違ってトイ出さない。ずっと見てるって言って間違ってんじゃねえ。トイ出さない。トイ出さないってずっと言ってます。見てないっす。見てないの。そうか、いいな。なんか実家なんて久しぶりに来たわ人の。あ行かないっすよね。行かないね。人んちには行くけど、行ったことあるけど。師匠の実家行きましょう。嫌だよ。師匠の実家。嫌だ嫌だ。名古屋だよ。いや全然遠い遠い。あ、行くわこの人。名古屋。会社の倉庫に。愛知県なんですよ僕。友達が今長谷部さんが転勤。名古屋。名古屋。長谷部さんすごい。すごいの多いんですよ。お母さんってこういうもんじゃないですか。知らない人の名前をずっと言われ、長谷部さんって言われても知らないじゃん。なんか名古屋に。長谷部さん何やってる人なんですか。会社員です。あれ転勤で。転勤で。へえー、よろしくお伝えください。いいんですよ長谷部さんに。行こう、もう行こう、もういいや、もう粗大ゴミ諦めて行こう。撤収しよう、撤収。長谷部さんもすごい気になる。いいんですよ、長谷部さんはもう何の人なの。どういう関係性なんですか長谷部さん。長谷部さんは元同僚ですよ。あ、お母さんの。はい。というわけでじゃあ何の会社ですよ。もう行きましょう。失敗した。失敗したのじゃない。今日も失敗。失敗した。招き入れたのに突されたみたいになってる。こんなものおかしいよね。どっちかというとサプライズをしてたの俺だったんだよね。そうそうそう。俺の方が脇汗かいてるのおかしくない。うまくいかないね。人生うまくいかない。おはようございます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 。めちゃめちゃ疲れた。そんな走ってきた感だった。はい、すいません。ありがとうございます。じゃあ早速やりましょう。中尾くんの方か。僕の…あれもう回ってるんですけど、もうお願いします。遅刻したのも全部遅刻じゃないですよこれ。もう回ってんの。いや中尾さんこれ遅刻じゃないですよ。これはもともとお二人が15分遅れたっていうところから始まってますからねこれ。どういうことですか。ツーリングロケしてたでしょ。やってました中尾さんとハンバーグ師匠で、はい。それで福ちゃんから17時半っていうのがツーリングロケで押し巻きあるからとか言われて変動制で時間がそれでじゃあ押します巻きますみたいなのがなぜか知らないですけどマネージャーハンバーグ師匠のマネージャーと僕が連絡取り合ってたんですよ。で福ちゃんがじゃあ15分遅れますからって17時45分にやります。今何もう18時15分そうだからそれに合わせて時間15分遅らせたらたまたま渋滞引っかかっちゃったんです。僕は17時半に来る予定だったんですけどね。あ、
これツッツンなんか声量で乗り切ろうとしてる。シーシャのチャンネルで、まあ、概要欄に貼りますけど何やりましたっけ、うちのチャンネルの説明を今するの。そうめんどくさいから帰っていいですか。帰るのやめない。帰るのやめない。何なんですか今つなぎじゃないですかもうそっちのチャンネル。ツーリングはもう誰のチャンネルそもそも僕のチャンネル。中尾さんのチャンネルでしょ。中尾さんのチャンネルは終わったんですよ。でも選手さんも出てくださるって。あもちろんもちろん当たり前です。もちろんもう回ってるんですよ。じゃあ着替えさせなきゃ俺のことを。まずこの遅れた状態の方をオンエアしちゃったら俺すごい感じ悪い人になっちゃうじゃん中尾さんの方で。遅刻した堤下ってなっちゃう。違う遅刻した遅刻はしてない堤下だよ。遅刻したって何なんだよ。何遅刻したって堤下だよ俺は。遅刻した遅刻したじゃない堤下だよ俺は。ということで遅れしてるということでじゃなくて閉めないのかな。俺遅刻したになっちゃうじゃない遅刻したさんと遅刻した堤下ですよ。だから本当嫌な感じだこれ。このエンディングズバッドエンディングがすごい嫌だわ。エンディングじゃないこれオープニング。オープニングこの後にツーリング流れんの不思議。オープニングこれそうだよね。これオープニングなんすか中尾さん不思議。このオープニング何このオープニング。もうチャンネル閉めた。しかも閉めた。 ENB じゃない。じゃあねもう OP これありがとう。変な OP これ概要欄いっぱい見て。変な OP これキツネさんな、な、中尾さんさん秋吉さんさんキツネさんさんな、な、中尾さんさん秋吉さんさんキツネさんさんキツネさん